どうも、のりです。今日は第11戦イギリスグランプリ土曜日の現地レポート動画をお届けしたいと思います。まず現在はもうセッションも終わってお客さんも観客席にはいない状態なんですけれども、明日の決勝前のこうセレモニーだったりに向けて準備が進められているといったような状況です。今日のシルバーストーンはですね、まず朝は昨日のような快晴とまではいかないものの、太陽は出ていてそこそこ暖かかったので、もしかしたら雨は降らないのかなと一瞬よぎるようなそんな天気でした。ですがそこから、やはり予報通り F3 の終盤ぐらいから雨が降り始めて、一度 FP3 の前に雨が止んだんですけれども、 FP3 の後半は雨が降ってきたというような状況でした。 FP3 の前に雨が止んだことで雨降らないかもしれないし行けると思って今日はファンゾーンに行ってきました。ここイギリスグランプリのファンゾーンは、いわゆるファンゾーンっていうのはターン5とターン6の間のストレートの外側なんですけれども、でもあらゆるところにご飯のお店だったり、あとはグッズショップがあって、どこに座っていても近くにお店があって、わざわざ遠くまで行かなくていいような配置になっていて、すごくファンも楽しみやすい環境になっています。今回僕はコップスの外側からターン5とターン6の間にあるファンゾーンをめがけてサーキットとは逆回りに回ってきました。まずコップスのところから進んでいくと、もういろんな屋台といいますかご飯のお店があって、そのご飯のお店っていうのも多国籍にわたっていて、どれも美味しそうなお店ばかりでした。そしてウッドコートコーナーら辺にはイギリス陸軍の戦車やヘリコプターもあって、実際にその中に乗って写真を撮ったりできるようになってました。でこの辺から、雨が強くなってきて、屋根があるのはグッズショップくらいだけなので、時折、グッズショップの中に入って雨宿りしてまた出るといったようなことを繰り返していました。どんどん進んでいくと、こうしたイギリスらしいロンドンバスのバーがあったり、あとは缶のリサイクルを推進するといった狙いで、このようにフェルスタッペンかハミルトン、どっちが好きですか、勝ちますかみたいな感じで缶を入れて投票しようといった、こういうブースもありました。こうして写真を撮ったりいろいろ見て歩くことを15分くらいでようやくファンゾーンに到着しました。まずはクロームの観覧車がお出迎えしてくれて、あんまり大きくはないんですけれども、これに乗れば少し上からサーキットを見下ろすことができて、ちょうど FP3 中だったということもあって、観覧車にはそこそこ人が集まっていました。でももうここからは写真では分かりづらいかもしれないんですけれども、かなり雨も強くなってきて、それでもこの辺はこう屋根のあるグッズショップがあまりなく、なんとか歩き続けて、でファンゾーンの中にあるメインステージに到着しました。毎日ここではセッション後に有名アーティストのライブが行われていて、今日も行われるので、それに向けてサウンドチェックなどをこの時はしていました。でこの後雨がなかなか止まないので、もう諦めてシルバーストーンのグッズショップに行って、傘を買うことにしました。その傘がこちらの折りたたみ傘なんですけれども、ここにシルバーストーンと入っていて、で、ボタンで開くような感じになってますね。で中にも広げたらシルバーストーンというふうに入ってるんですけれども、そしてこれはレッドブルのウェアとかのカストーレの傘になってます。でこれが20ポンドしたんですけれども、日本円でいうと4000円しないくらいですかね、だったんですけれども、ちょうどこの時は雨も強くて、ファンの皆さんもたくさん傘を、この折りたたみ傘だったり、あとは普通の傘を買いに来てたんですけれども、そのせいもあってレジに10分15分くらい並んで、でようやく買えたと思って外に出てみたら、まさかの雨は止んでいました。なのでこの傘は買って一度も使ってません。そして明日も雨は降らないとの予報なので、もう出番はありません。せっかくなので記念のお土産として持って帰ろうと思います。でもうここからは雨が止んだので、いわゆるこうファンゾーンと呼ばれるところについて、イギリスグランプリのファンゾーンには MotoGP のイベントブースもあって、そこでは MotoGP のゲームですかねをこうバイクのシミュレーターに乗って体験できるというようなコーナーがあったり、F1 マネージャーのブースもありました。あとはF1 のトレーディングカードゲームですねのターボアタックのブースもありました。そして最後はファンゾーンにある
そこそこ並んでいたフィッシュ&チップスのお店に行ってフィッシュ&チップスを食べました。お魚丸々いほぼ1匹入っていて、移動編でもう食べていたフィッシュ&チップスよりも、こちらの方が美味しかったです。フィッシュ&チップス用のお酢が置いてあって、それをかけて食べるとすごくさっぱりしていて、脂っこさもあまりなく、ペロッと食べられました。かなり大きかったので、その後はちょっと少し胃もたれしてしまったんですけれども、とても美味しかったです。といった感じで、今日のイギリスグランプリのセッションは FP3 と予選が行われました。まずはなんといっても予選のマクラーレンの2位3位ですね。これは現地でもすごく盛り上がっていました。特にこう地元ドライバーノリスが Q1、Q2 とトップタイムを出すたびにどっと盛り上がって、イギリス人ドライバーはラッセル・ハミルトンとノリスと3人いるんですけれども、誰のファンであろうと関係なく、みんな盛り上がっていました。でも最後フェルスタッペンがトップタイムを更新した時はちょっと落胆と言いますか、でもそれほど歓声も沸かず、なので前回のオーストリアとはもう全然違いました。そんなマクラーレンのノリスとピアストリは予選後は各テレビに引っ張りだこで、パドックを歩いている時も周囲の人たちから称賛の嵐でした。そして今回ポールポジションを取ったフェルスタッペンのチームメイトペレスは16位と Q1 敗退でした。まだ調子を取り戻せていないのか、ついていないのか、なかなか思い通りにはいかない感じで、予選後は何とも言えない表情で歩いていました。明日のレースでは前回のオーストリアグランプリ同様にまた上の方に上がってこれればいいのですが、明日はどうなることやらといった感じです。そして最後に角田くんですが、17位 Q1 敗退という結果でした。でも角田くん自身はこう予選を終えて戻ってきた時の表情は時折笑顔もあったりして、それほどこう落ち込んだりしている様子はありませんでした。今回は車自体そもそもの速さがなく、まあ、今の実力がこれだというふうにちょっとしょうがない感じでしたね。そんな感じの角田くんでしたが、囲みの後はパドックを歩いてモーターホームに帰っていくんですけれども、その際には若いガールズファン何人かにサインを求められて、なかなかのハーレム状態でした。そしてその後はパドックを歩いている時に FIA の会長がちょうど反対から歩いてきて、5分ぐらいですかね、笑顔でお話ししていました。明日の決勝はやはり優勝圏に行ってもらいたいですが、松野田君自身レースペースもそれほど速くないと言っていたので、ちょっと不安だなという感じですね。はい、といった感じで今日のレポート動画は以上になります。明日はイギリスグランプリ決勝です。今回の予選はまたフェルスタッペンがポールでしたが、マクラーレン2位3位などかなり皆さんも白熱したんではないでしょうか。明日の決勝もマクラーレンがひょっとするとフェルスタッペンの連勝を止めるかもしれませんし、また白熱した戦いを見せてくれるといいなと思います。明日の決勝を楽しみましょう。今日のレポート動画もお付き合いいただきありがとうございました。また明日イギリスグランプリ最終日、日曜日のレポート動画でお会いしましょう。さよなら。